こんにちは。枠が埋まり、今月1日から一時停止していた秋田市の新型コロナウイルスワクチン接種の予約が明日再開します。秋田市は国から来月上旬までのワクチン供給スケジュールが示され、ワクチンを確保できる見通しが立ったとして、明日の午前9時から予約の受付を再開すると発表しました。新たな予約の枠は2500人で、来月30日から11月28日の間に2回接種を行います。会場は秋田市保健センターです。秋田市では先月30日から12歳以上の接種の予約を受け付けましたが、すぐに枠が埋まり、今月1日から予約を停止していました。秋田市は今回も枠が埋まり次第、再び予約を停止するとしています。予約は専用のウェブサイトかコールセンターで受け付けます。新型コロナウイルスの感染拡大で職を失った男性に、県内では初めてとなるローン減免制度が適用されました。秋田弁護士会によりますと、ローン減免制度が成立したのは、新型コロナの影響で職を失った県央部の40代男性で、およそ300万円あった負債が全額免除になりました。ローン減免制度は全国銀行協会などが2016年4月から運用を始めていて、去年12月からは新型コロナで影響を受けた人が生活を再建するためにも活用されています。減免となるのは去年10月30日までに新型コロナの影響で収入や売上が減少したことを理由にした債務などです。秋田弁護士会は破綻する前に相談してほしいとしています。県内は各地で秋晴れとなっています。ただ明日からは天気が崩れる見込みです。県内は高気圧に覆われています。ただ台風14号と気圧の谷の影響で、県内は明日夕方から雨が降り出す見込みです。それではこの後の天気を詳しく見ていきます。日中は多少雲が出るくらいで青空が広がるでしょう。秋田や由利本荘では夏日となる予想です。今夜初め頃からは雲の多い空模様となるでしょう。現在、沿岸の海沿いの地域に強風注意報が出ています。ご注意ください。週間予報です。明日天気は下り坂で夕方から次第に雨となるでしょう。土曜日は雨や風が強まる恐れがあります。最高気温は土曜日まで平年並みか低く、その後は平年並みか高くなるでしょう。真夏日となるところもありそうです。